ファミマに行ってきたの。ケロケロのスイーツ大好き。あのね、ファミマの新商品知ってる？これめっちゃ売れてるらしいんだ。ケロケロ食べてみようと思って、開けてみたらこんな感じ。おー、パッケージめくるとクリームがいっぱいで、ほわほわの柔らかいの。ケロケロちゃん、今日も美味しいの食べようよね。そうよ、じゃあ食べるね。いただきます。中割ってみると、濃厚チーズとふわふわのチーズクリームの2層。あー、これ幸せなやつ、絶対美味しいやつやん。あー、美味しかった。ごちそうさまでした。両方食べちゃうんだ。それもケロケロちゃん一人で食べると、わーい、こっちも美味しそうなの。カメラさん寄って、ほら、すっごいいい香りがするの。見て見て、このふわふわのホイップとか絶対美味しいやつ。上に乗ってるナッツとカカオもいい感じ。ケロね、ケロね、ケロたちね、もう絶対食べれちゃう。半分に割ってみたよ。あ、生チョコ。あー、美味しかった。次何食べようかな。